いないの？いない。年末いないんだって。マジかよ。何日ぐらい行くの？4日間？知らなかった。箱根駅伝はどうすんの？いや、間に合わないですよ、飛行機が。嘘。だから、誠司さんに今年は、わかる俺、場所。あ、リスナーさんも分かってます。嘘、うん、一回下見た方がいい。下見、いや、当日でも出る。分かる？駐車場もある？あるあるある。コインパーキング？いや、無料？スーパーのね、うん、駐車場もあるんです。スーパー、うん、あれは何市なの？戸塚、うん、ここから近い。1時間ぐらい。1時間。ラスコイ、うん、ワンちゃん声も入ります。でかい声出してる。声も入る、うん、あれ何時ぐらいなの？昼間？朝？午前中ですね。午前中か。画用紙にラスコイマジックで書いて。どんつく。何年行ってんだっけそれ。2年連続行ってんだって。去年の方がめっちゃ映りましたね。去年映ったの？もう分かってきたんだ。じゃあ映るところが毎年ね、うん、2年続けて同じ人に何回も会ってる。嘘。みんな来てるんだよ。あ、そうなんだ、うん、映り込み。え、閲覧どれぐらい行くのそれ。いや、3000人ぐらい。3000人行くの？嘘でしょ。いや、間違いない、間違いない3000人。嘘、そんな行くの？余裕で3000。マジで？あれ何日だっけ？1日？3日。あ、3日か、うん、代理で。あ、ジャンプしたりしたの？うん、使えない、使えない。これ見てる人は何なのあの人だってなるよね。ラスコイ、ラスコイ、ラスコイ。うん、ラスコイ。よく考えたよな、箱根駅伝の映り込み行くかって。ジャンピングラスコイ。でもあれ自分で確認できなくない？アングル。テレビ見れるの？いや、もう決まってるんですよ、映る場所。嘘。それを何イメージしながらやってんの？あれイメージして。あ、だいたいこの辺かなって。そうそうそう。あ、みんな分かってるんで、うん、先輩がいるんで、先輩に合わせたら間違いないですね、うん。リスナーさんがいるの？先輩が。いや、周りにいるの？リアルで。先輩がいるんですよ。へ、うん、キャメラがもうこっち向いてるから分かるんですよ。分かるんだ、うん、でかいもん。へ、先輩がいるんだって、うん、行くか。じゃあマサヤンと。あんまり大きいの持っていくと後ろの人が見えねえよってなんない？早押しぐらいがちょうどいいでしょ。あんまりでかいと後ろの人がさね、見えなくなるから。のりちゃんも行ってんの？のりちゃんも行ってんの？いや、のりさん去年来てなかったけど、ゴール地点とかじゃない？ほんとゴールの方でしょ。ゴールの方は絶対行かない方がいいよね。1年目大失敗したから。なんで？あ、電波が入らない。あ、電波がないんだ。遠すぎて無理。へ、あ、まさに忙しいか。正月3日忙しい。戸塚なんていうの？平戸、平戸のサミット。平塚、平戸サミット。サミット、そこ行けばいいの？そこに車止めて、うん、歩いてたら歩いて何分ぐらい？10分ぐらい。いや、一人は不安だろう、うん。まさに来るかな。近所の方いるよ、近所の方。じゃあ3日行くわ。じゃあ俺が、うん、じゃあ iPhone 新しいの設定したいな。で、売りに行きたいな、これ飯食いながら。
あーたん最近そのアイテム好きだね、ずっと投げてくるね、チラって。なんでそのアイテムしか買えないのねえ。あーたんさん、ずっとそれ投げてね、チラって。1000コイン以上のアイテム買えないかな、ずっとそれ投げてる最近。そんなんで承認欲求満たせるの？僕は満たせないと思うけどな。うん、ずっと投げてる最近それ。1000コイン以上のアイテム投げてみなよ。うん、満たせないだろう、ずっと投げてる。やめなよそれ。そのアイテムまず買うことやめな、その安いアイテムね。3個90円って。俺そんな安い男に見えるかな、あーたん。安い男なの、あーたんからしたらね。え、30円の男なの俺は。え、舐めてる、舐めてんの。30円の男に見えるのかって。おい、舐めてんじゃねえぞこの野郎お前。コメント規制かかってんのこれ。喋れねえんか。駄菓子レベルじゃねえかよ俺。30円ってビッグカツかって。やめろよお前そんなアイテムよ、赤出しで投げるとか。いや恥ずかしいだろ、やめとけよ。いらねえから持って帰ってくれよ、返しに行くわ。今すぐ配信つけろ、返してあるから。いらねえからよな、そんな安いアイテム投げやがって毎回。やろう、深詰めさせるぞ次投げたら。根元で爪切ってやるからなお前、血が出るぐらい。覚えたけよお前、次投げたら。あ、ねえやろう、俺今日思いっきり深詰めしちゃった俺右の足。見る？俺の深爪。マジ、マジね、もう爪がなくなった。半分ぐらいしかないもん、爪。爪ってさ、普通3分の2ぐらいあんじゃん。もう爪がないんだけど。やばない。切りすぎたんだけど。親指。やばない、これ。これ内出血してるからさ、ちょっと、生え変わろうと思ってさ、思いっきり攻めた。強いのいった。これ、これを直したいわけよ。でさ、どん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 切ってったら、新しいのが来るじゃん。そう、内出血してんの、これ。で、こっちも、こっちも切った。で、剥がした、上の薄い皮。今日暇だったから、メンテナンスで。そしたらさ、あの血のさ、ついたところが出てきたわけよ。うん、こっちだいぶいっちゃった俺。全然痛くなかったんよ。まだ切れる、まだ切れると思ってさ、足洗ってるやん。うん、だいぶいった俺、うん、全然痛くないの。やりすぎ？うわぁ、ファンタスティック、おい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 、おぉ、マリアちゃん、ありがとう。ファンタスティック、うん、マリアちゃんも深爪したいのかな。セジさん、セジエンさん、たくさんありがとうございました。マリアちゃん頑張ってね、小籠包ね。うん、セイジさん、台湾のアイテム買えない？初コメさん、セイジさん、台湾の有料アイテム昨日から買えなくて、なんでかな。
なんで買えないの？買えるよね。買えるよ。今投げてくれたもん、マリアちゃん。カードが止まってるか。まず俺に投げたことないでしょ、あなた。僕のリスナーさん誰だよ、この人。初コメさん、買ったことないんじゃない今まで、アイテム。お前が焼肉ツーナイス、お前がロングロングか、15個ラスコイ、お前がお前がワンちゃん15個ラスコイ、ツー15個ラスコイ、お前がクールナイス、ワンちゃんワンちゃんクールナイス、お前が15個ラスコイ、クールクール33枚来い、33枚出てくれ、45個いった、15個、33枚出ないか、15個出す、来い、悔いのないようにね、ツー、悔いが残らないように、そう、10個出す、来い、オーマイガーオーマイガー、アラブ、石油王、ビリゲッツ、外枠サンバーサイトップ1、ツーがいないとやっていけない、33枚出らんか、ほんと出ないな、これ。あー出ろよな、33倍な、粉毛でも出ないんだね、これひどくない、今日ひどすぎない、うん、ありやす、悔いなし、お前が悔いがないようにね、ありがとうございます。小投げはしてくれるらしいから、小投げはね、小投げはしてくれると。完全に休みではありませんから、小投げ。病院行くの？いや、夕方ぐらいにここからと思って。どこ？あ、今日整形外科行くの？あれですよ、腰の方の、腰、うん、なんで夕方に聞いてなかった、それはブロックはしてないけど、うん、ブロックしない、病院行くの、腰が痛いから、あ、ずっと言ってたもんね、治らないんだって、病院行くんだって、予約してないの、まだ。600ナイスです、どうする、腰痛どこの病院するの、近所、電話してみよう、 LINE やってんの、はい、昼ご飯食べないといけないし、 iPhone も売りに行かないといけない、うん、ねえ、あ、今日オゼンピックじゃん、今日オゼンピックじゃん、うん、あーたんは嫁なんで勘弁してください、どういうこと、どういうこと、どういうこと、あーたんは嫁なんで許してください、どういうこと、許してください、どういうこと、嫁、旦那さんなの、男性の方だけど、旦那さん、あーたん、あーたんって誰、あーたん、あーたんって誰やねん、あーチラの人、チラの人、30円の
ガチの嫁さんなの？もう投げないでって言っといて。うん、投げないでって。ほんでこのゆりちゃんがなんか言ってんね。ゆりちゃんがさっきは違うサバカですいません、20円から買えるアイテムですよね、買えなくて困ってます、さっきは違う、何のことだ、何のことだ、ララちゃんだよ、ララ何食べてんのそれ、それおやつ、おやつ、ゆりちゃんな、何これ、初コメでアイテム買えない人、もうさ、ね、サブアカとかでさ怖いんですよこの人、何何自分でね、うん、ツイキャスでコメントしてきた、このアカウントでコメントしてきたんですよ、はいはい、で、おい池永って、池永ゆり子、こんな DM が来て、怖いんですよこの人、おはようございます機長さん、私の本名をさらしたんだから機長さんの本名を教えてください、誰にもいません他言無用自分で本名のアカウントでコメントしたのに、それはないよ、マッサーのところでも何か言ってたよ、怖いよこの人、あのさ、SNS で、うん、名前をさ、本名で書く人本名で、あの、登録しちゃう人あかんよ、ダメだよ、なんで本名で登録するの、うん、これマリアちゃんのリスナーさんのね、あの押しマークついてるから迷惑かかるよこれマリアちゃんに、うん、やめな、やばいで、うんうん、ゆりちゃんちょっと説教するかこれ一回、説教部屋行くか言うか一回、焼き入れないと二回目これ、マサヤマクでもやらかしてた、ゆりちゃんちょっとあの LINE できる、 LINE 誰か持ってなかったっけこれ、俺前持ってたっけな、俺は知らんすね、ゆりちゃん LINE の登録できる、スクショわかる、スクショこれちょっと追加して、ゆりちゃん LINE 登録して一回、電話なんか話した覚えがあるけどな、なんか声聞いた記憶はあるし、ゆりちゃん電話してたよね、うん、ちょっと LINE 変わったからさ登録してくんないこれ、うん、言うわ俺、うん、してた、それさ前の LINE じゃない多分、前のやつ多分、これせいだ、これ移動するやつ、配信終わってからしないとダメや、これも十分入るでしょ、そうだこれ終わらないと、じゃあ機長さんやって、今思ったら俺も終わるからできない、できない、そうこれこれやってからじゃないと電話切らない、そう、あーちゃんあかんて、あー来てる来てる、ゆりちゃん来てる来てる、知ってたわ、もしもしゆりちゃん、はい、あのハウリングしてない、うるさいな、どこにいんのこれ、うるせえな、なんか、うるさい、静かにして、静かに、いや、うん、イヤホンなんですけど、これなんかザワザワしてない、後ろなんか拾ってんな、ちょっと施設にいてて、うん、はい、何の施設、あの、足歩けないんで、うん、介助風呂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 、うん、外にいんの今、外じゃない、その施設の中、ああ施設、うん、あのいろいろ迷惑かけてるみたいだけど、いろんな人に、うん、なんで迷惑かかってるかわかる、いや分かれへんから、うん、聞いてるだけなんですよ、うん、あの機長さんに DM 来てたよ、はい、どういう意味、いや1回目は仕方ないんですけど、うん、あの2回目またあの
はフワッチで言われたから、うん、ツイキャスで言われて、うん、あ全部本名も全て、うんうん、ほんでまたフワッチでも言われたから、うん、書いたんですよ。名前は何、本名だったのあれ。はい。あ、本名でさ、 SNS は登録しちゃダメだよ、まず。 SNS 登録してないですよ。してない。いや、あのツイッターの名前本名でしょ。ツイッター、うん、そうですよ。え、昨日マサヤ枠でマリアちゃんのところカス枠って言ったの。もしもし、ゆりちゃん。はい。マリアちゃんの枠をカス枠って言ったの。うん。もう外したら、もうあの歯とハートのマーク外したら。いや、父さんとかあれでもいいんですよね、豚さんでも。いや、話変えないで、話変えないで。あのマリアちゃんの押しマークついてるでしょ。はい。あのタワクでマリアちゃんの話題を振るな。話題じゃなくて、うん、どうしたらいいんですか。だからマリアちゃんの推しマークをまず取りなさい。いや、マリアちゃんは昨日、うん、すぐ終わったんですよ。何が。会話不全なのかな、これ。早くに始めて、早くに終わったんですよ。だから何よ。だから私が分からなかったから、ルールが台湾なんとかっていうのが、うん、マサヤさんがやってたから。マリアちゃん、マリアちゃんが枠やってる時にマサヤ枠でコメントしてるんだって。え？じゃないよ。マリアちゃん枠やってんのにマサヤ枠行って、マリアちゃんはカス枠だからとか言ってんだって。なんかせいじさんの声も途切れ途切れでなんか聞こえないんですけど。聞こえる？もしもし？はい。大丈夫？はい。あのマリアちゃんが枠やってる時に、マリアちゃんが枠やってる時に、はい、マサヤンの枠で、はい、マサヤンの枠で、いや、あのマリアちゃんに聞いたんですよ。アイテム買えないって、うん、台湾料理の。もう話変えてるわ、これ。話変えるわ。入り直してって。うん、これマリアちゃんも大変だな、これ。もしもし。はい。もうマリアちゃんのマーク、つけるのやめたら、迷惑かかるから。いや、迷惑をかけるようなことはしてないつもりですけど。してないつもりだけど、かかっちゃってるから。聞いてるだけなんですよ。うん。あれで、うん、1位は取らなきゃいけないじゃないですか。うん。同じ戦いじゃないですか。うん。だから、マリアちゃんが忙しそうにしてて聞いたら、うん、入り直してとか、うん、わからないとか言われたから、うん、マサヤさんがその時、やってはったから、うん、聞いただけなんですよ。うん。アイテム買えないのはなぜなんですかみたいな。うん。うん、マサヤンさん枠にも飛んでたから。ゆりちゃん、ゆりちゃん、聞いて。はい。台湾観光初めての人か、久しぶりにアイテム課金した人だけが安く買えるんだって。え？特別なルールがあるんだと。なんか台湾観光ってアイテムは、はい、いつも課金してる人は買えないんだって。なんか特別なアイテムがあるんだって。あ、そうなんですか。うん、台湾観光ってやつはね。はい。
6月が無課金の人だけが買えるんだって。だから台湾食堂で買うんだって、アイテムは。買ったらいいんですか？そう、台湾観光ってアイテムは特別な人しか買えないから、6月が無課金の人しか、はいはい、6月投げてない人が買えるアイテム。ああ、そう、投げてるから買えないんです。あ、買えないんだ。うん、あ、わかりました、先生、ありがとうございます、うん、あとマリアちゃんのあの押しマークついてるんだから、はい、マリアちゃんが嫌がるようなコメントはタワクで控えた方がいいよ。わかりました。うん。はい、すいません。気をつけてね。あの、以後気をつけます。うん。はい、すいませんでした。頼むで。押しマークはつけたまんまなの？はい。なんで？マリアちゃん好きなんで。じゃあマリアちゃんが好きだったらマリアちゃんの嫌がることダメだよ。はい、はい、いや前も怒られたことある、怒られたっていうか注意されたの、言われたことあるんですよ。うん、そして説明したら分かったって言われたんですよ。うん、はい、大丈夫かこれ。大丈夫ですよ。大丈夫。はい、あと SNS でさ本名で登録するのやめな。ええ SNS？ うん、ツイッターとかあるでしょ。ツイッター。もしもーし。もしもーし。もしもーし。はい、あの SNS あるでしょ、ツイッターとかさ、インスタグラムとか、はいはい、それで、はい、あの本名で登録するのやめな。はい、わかりました。うん、あの機長さんに DM したアカウント本名なんでしょ。はい、やめな。はい、それでさ、機長さんが名前さらしたとか言って機長さんの本名教えてくれば違うでしょ。もしもーし。もしもーし。はい、はい、ちょっとね、ここの施設、うん、Wi-Fi がちょっと緩いんですよ。うん、はい、だから機長さんの本名教えてくれは違うでしょって、はい、あ、はい、わかりました。うん、だからやめなよ、まずその、はい、SNS 自分の本名で登録するの。はい、今すぐ変えて。うん、こっちもさ、ハンドルネームだと思って、あの、晒してもいい、はい、名前だと思って言ってるから、うちらは、配信者はね。はい、晒されてもいいような名前にしないと。自分のペットの名前とかさ、好きなブランドとか、いろんなあるでしょ？はい。キティとかさ、ニコニコキティとか、はい、プーさんとかさ、はい。はい。そういう名前にしないよ。はい、自分の可愛らしい名前にしなよ。はい、わかりました。ね。はい。本名やめな。はい。嫌だったら晒されるのが。はい。ね。はい。頼むね。はい、わかりました。また何かあったら電話するかな。はい、わかりました。すいません。うん。じゃあお大事にね。はいはいはい。言っといたから、うん、あー、マリアチャリアス、ドンスコラスコイ、迷惑かけて本当に申し訳ありませんでした。あー、マリアちゃんねえ、自分の押しマークついてるリサさんがこんな問題を起こすばっかりに、ねえ、ねえ、マリアちゃんにあの台湾茶ね、始まったらお願いしますね。小籠包チーム大変だね、マジで。
押しマークは取らないって言ってたよ。絶対取らないって。好きなんだってマリアちゃんが。大変だよ、山田のリスナーも今こんな感じだからね。引きこもりちゃんね、大変。うちのリスナーさんでそういう、そういう悪いやついないよね。蝶々マークつけてタバコ荒らしとか大丈夫。うちのリスナーさんレインボーぐらいか、元リスナーで暴れてんの大丈夫か、いる。やめてくれよな、うちのリスナーさん、元リスナーとか。一番ムカつくよなこういうのな。うん、今のところ大丈夫。うん、アータンって誰だっけ。あー、さっきのチラね。いいよもうそういう宣伝とか、うちの嫁とか、うん、さっき取り上げてくれてありがとうございます。どんつくらすごい。あ、タヌちゃんね、タヌちゃん、どんつく見たよ。タヌちゃんめちゃくちゃあれだね、可愛かった。 TikTok だよね、 TikTok から来てくれてんでね、頑張ってねタヌちゃん。もういいや、の仮想枠を応援するとか、そんなにチラとかさ、あの30円のアイテムでさ。タネちゃんありがとね、頑張ってね。あの聖司じゃないんだよ、聖司覚えてる名前、聖司、聖司じゃないの。たまによく間違えるんです、聖司って言われるんです、聖司。そう、聖司じゃない。でも僕のさ、地元のさ、総合病院のさ、主治医がさ、聖司っていう名前だった。先生、ドクターがいるんだろうね、聖司って。あなた一応ちょっとあの総合フォローだけど、ちょっとフォロー外すね、ちょっとうざいわあなた。うん、ごめんね。もう次やってきたらブロックするよ。次うざいんだけど、まさかの総合フォロワーがこんなうざいことすると思わなかった。うん、次書いたらブロックね、お前調子乗りすぎな。いらないからそういうの、悪いけど友達じゃねえから。まずあなたと僕、総合フォロワーがこんなことしてんだよ。次やったら NG な、お前調子に乗りすぎ。聖司、うん、も聖司も一緒、ファンタスティック。はい、どんつけスーちゃん、おい、うざいよね。あのさ、ちょっと待って、相互フォローだったら聖ちゃんに何してもいいと思っちゃってる人いる。ちょっとやめてくんない、さっきの人。あーちゃんは俺の嫁だからとか言って許してくださいって、やめてくれ。うん、花火投げろとかさ、知らねえよ、なめてんじゃねえぞてめえ。イライラすんだけど。うん、なめすぎな。フォロー解除しました、あなた、さっきの人。ありえない、気持ち悪い、二度と来ねえでくれ。うん、全然下の人なんだ。うん、調子に乗りすぎな、お前 NG ワードごめんなさいって謝ってるけど、距離感間違えてるの。うん、ほんで全然可愛くねえから。うん、可愛かったら自動的に投げ師さん来てプラチナプラスになりますから。あなたの推し可愛くありません、残念ながら。ホワイトプラス、うん、あなたがプラチナプラスにしてあげたら、悪いけど、うん、あの売名するんだったらあんな売名の仕方ないよ、30円のアイテムで。バカなの、花火要求された、その人に。あの
うちの嫁なんですいませんみたいな。バカなの？アホ？あなたがプラチナプラスにしてあげたら、嫁だったら。うん。ずうずうしいよね。冗談で言ってんの？ガチで言ってんの？なんだっけ名前、アータンってやつ、ビギナー知らねえよな。勝手にやっとけよ、そっちはそっちで。可愛くねえんだよ。だから、あ、せいちゃんいつまでだよ、どん作らすこい。あー、マリオちゃんにすださん、ね、大当たりどん作らすこい。あ、タヌちゃんね、タヌちゃんはプラチナプラスになれるよ。こうやってちゃんと1000コイン以上のアイテムでこう投げてくれる、こういう子はね売れます。うん、マリアちゃんは5000円投げてくれたけどね。マリアちゃん5000円のやつ、タヌちゃんは1000円のアイテムを2回投げてくれたから、ゴルプラにはなるね。ゴルプラ、プラチナプラスになれない。うん、マリアちゃんはプラチナプラス。コラボお願いします。どん作らすこい。いや無理です、ごめんなさい。あなたね、総合フォロワーだったでしょ。で、あなたの推しのなんか宣伝したよね、花火お願いします、俺に要求したよね。謝罪で1000円は安すぎる。うん、舐めてんの。安すぎる、舐めすぎ。ハロウィンナイトパーティーどん作らすかい。それさ、あなたの嫁に投げてあげたら、アータンに。俺に投げなくていいよ、推しがいるんでしょ、そっちに投げてあげたら。いらない、ホワイトプラスのアータに投げてあげたら。いらないから、うん、返すわ。あなたつけなさい枠を。うん、俺にもういらないからアイテム。あなた僕のリスナーさんじゃないから、うん、滅ぼもしない。そんなの僕の滅ぼ安くないから。うん、だから二度と誠司さんのリスナーですとか言わないでね、タワークで。たまに言うやついるから、俺 Z 界だよとか。え、誠司さんのリスナーさんなの、え、じゃあすごい投げる人なるから。台湾観光10個、あゆみちゃんです。僕のブランディングを安売りしないでくれる。10個ですか。これはさ、これ6ヶ月無課金の方が買えるやつ、台湾観光、これ、イミコロチャです。これが噂のやつ、台湾観光。これは、ポイントはどうなの、これ。一緒なの？これね。これは、ちゃんとイベントアイテムのポイントつくのかな？これ、普通に買ったら1600円じゃん。一緒なの、これ。1個20円なの？ちょっとユミコロちゃん、100個買って、安いじゃん。低いのこれ。台湾観光、ちょ、100個ちょうだい、100個、安いから。ポイントつくから、それ。6月に無課金の人じゃないと買えないんだって。一緒じゃないの、ポイント。ポイント違うんか。もう買えないのかよ。2000円、2000個でファンダなの？あ、ユミコロちゃん3個。あ、そうなんだ。あ、6ヶ月間ね。6ヶ月、半年間、無課金の人を、こう、課金してもらうために作った特別なアイテムなんだ、これ。個数限定か。なんでか買えたんだよね。だってユミコロちゃん毎月
課金してるよね。なんで変えたんだろう。バグじゃない。ポイント入りますが低いです。買えない人は課金してる人、半年間で投げやすいアイテムからね。なるほどね、買えないね、課金してるから。あ、サブアカだったら買えるのかな、どうなんだろう。うん、なるほど、そういうアイテムがあるらしいです。ほとんどの人は買えないと思うね。だって半年間さ、6ヶ月休むか、ロンツク。うん、スータン休むか、半年どうする、出戻りするか。ハロイナイトファンタスティックスクール、お前が当たるか、超当たり出るか、出るか出ないか。うわー出た、嘘だな、嘘だなマジか、お前がアラーム石油、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマ選手、トップマン2がいないとやってくれ。うーわ、きちゃー11万きた、よだれ出ちゃった。うーわ、きちゃー出たよ、超当たり出た。皆さん拍手お願いします。お月ちゃん出してくれた11万5000。やるなマジで、ビッグヒット。きたー、半年間休むか。きたで、115,900円。猫も渡り、猫もね当たるんだよ、当たるの猫はしょっちゅう。でもこれがなかなか当たんないのよ、これが。待って待って、しのぎえぐいことになってる、しのぎやばい、えぐいて。47万、3時間で。嘘だろ、おい、口角が上がりっぱなしですね。気持ちいい、気持ちいいね。 WGP はね、今日じゃないんだよ、今日じゃないんだけど、あの100枚以下の人は投げてほしいが、100枚以上の人はちょっとストップ。2桁枚数の人は今日。来月心配だな、どうする。おつぎちゃん休むって言ってる、来月どうしようか。あー気持ちよすぎるな、これ。 WGP ね、今日デイリー48万、 OKOKOK、10枚ですから OK、 45万、 OKOKOK。 あーピグちゃん、そう、2桁枚数の人は今ね、積み立てね、積み立てしてくれるからね、11月ね。だから休む、12月に本気で行ってもらいたいからね、全力で。11月はちょっとふわっとね、応援する感じかな。うん、あ、11月どうするか。79枚ですか、オッケー、あんちゃんオッケーです。そう、こなげはしてくれる、10枚、10枚ですか。あ、ありがとうございます、徳永さん。 WGP、 あの2桁枚数の方は今日受け付けますね、頼むで。18枚のスコア、お前が、おー当たりつけ、ミロちゃん、お前が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 
って当たり、まずこの5万円台で出ないからね、うん、よかった一緒に応援しよう。これさ、これマーミさんじゃないよね、これ180番さんはマーミさんじゃないよね、マーミさんと同じなんかフレーズなんだけど違うよね。一緒に応援しようって言った後に要文枠でこの定期やりだしたんだけど違うよね、ちょっとトラウマなんだよね、一緒に応援しようって違うよね。10枚ですか、お前が違う、マーミさんのサバカじゃない。あ、横ちゃんありがとうございます。違うね、トラウマだから、ちょっと一緒に応援しようねとか言ってトラウマなんだ。すぐ裏切ったから何もしてないのに。95枚、お前がすごい、あーセールセールです。15枚だ、すごい、お前が、キュッキュッキュッ、あ、翔ちゃんです。ちょっと700ナイスちょうだい。700ナイスいったらちょっと機長さんの変わるから。俺 iPhone 来たからさ、新しく設定したいね。あ、ありがとうございます。英語の方、5個、5個。ありがとうございます。英語の方、5個。お前が、おー、5個10倍だ。グレート。あ、ありがとうございます。初めての方だ。初めての方だね。どこのリスナーさんだろう、これ。どこのリスナーさん？豚ゴラスコイ。初めてだよね。フォローもされてない。誰だろう。お前が、33枚だ、すごい。ナイスだけちょうだい、700ナイス。25枚ですか、まっちゃんあれです。30枚ですか、はらちゃんです。700ナイスちょうだい。おお、仮想パーティー5個、なにこれ。あ、セールスです、グレート。仮想パーティーグレートラスカイ、これ初めて見た俺、仮想パーティーこんなのあった。これハロウィン花火か、新しいデザイン。台湾茶とナイスお願いします。僕ちょっとあの配信終わって新しい iPhone の設定しないといけないから、WGP 毎日狙うよ、狙うよ、もちろん狙う。お願いします。台湾茶右下ナイス、700ナイスください。今機長さん交代するからね、新しい iPhone 来たから設定しないといけないんだ。700ナイスありやす、くまちゃん5個、まなちゃんありやす、間違えました、5個10倍ラスコグレート、まなちゃんです。間違えてないよ、間違えてないよ、いいんだよ。 WGP はね、あのネットで買わないとダメ。僕のプロフィールに貼ってある裏ルあそこから買わないとおまけとしてついてこない。普通にさ、プレゼントマークを押してこの中でカキンって買えるんだけど、簡単に買うとついてこない。ちょっとめんどくさいの、カードで買わないといけないから。うん、もしよかったら僕のウラルから飛んで買って、カード決済で、そしたらおまけがついてくるから。あの重課金者は特にね、1ヶ月に3000とか1万以内だったら別にこのプレゼントボックスから買ってもいいんだけど、何万何十万って何百万何千万ってアイテム買う人は絶対に僕のプロフィール欄に貼ってあるウラルから買ってください。ウェブで課金お願いします。安く買えるんですよ、そっちの方が。あ、ペイペイでも買える、カードじゃなくても。うん、でもペイペイだとさ、
課金する金額がさ少ないじゃん。ペイペイってそんな金額入ってなくない？だからなるべくカードで買ってほしい。うん、今さちょっとペイペイのアプリ開いてみて、いくら入ってる？その金額しか買えないからカードで買ってほしい。1万ぐらいでしょ入ってんのね、でしょ。だからそんなもんでしょ。だからカードで買って、キャリア決済も止まるから10万ぐらいいったら。うん、ほらそんなもんでしょ。カードで買ってください。それじゃ買えないじゃん。だってイベントアイテムファンタスティック買えないでしょ。1万6000円だね。50万入ってる。じゃあ買ってみてよ。じゃあイベントアイテムファンタスティック買えないから、ペイペイはあんまりおすすめしません。うん、何万も入ってないでしょ。何十万も。なるべくカードで。うん、絶対嘘だ。50万とか 100% 嘘じゃん。こんなのペイペイカード登録したの？そしたら買えるの？なんぼでも一緒なの？クレカと。本当？今機長さん準備してるから、次機長さんやるから大豆と台湾茶お願いします。6枚出すから。いいよ、ゆずちゃん初見さんいたらフォロー通知もお願いしますね。後払い決済もできるの？そんなのできるの？後払い決済できるの？後払い後回しにできるの？支払いを。そんなのできる？ペイディってのペイディ誰も使わないんじゃない？その後払いとかやってる人いんの？後払い支払いがきついから後払いって20クラス買え。あ、まみちゃんです。翌月払いそんなできんの？いないだろそんなの。分割もできんの？なんか仮想配信者がなんかやりそうだな、自分のリスナーさんにな。後払いできるからさ、なんとかちゃんちょっと投げてよとか言って、やりそうやな。今お金ないから無理とか言って、いや後払いができるからちょっとやってよって、なんかやってそうやな。うん、ダメですよ後払いはね。ツケみたいなもんでしょ。ダメよそれやったら。わかった、かなたさんです。7万ダメだよ、人生狂っちゃいますからね、それやったら。今あるお金、今月支払えるアイテムの数ね、課金額考えながら投げてください。のめり込み注意ね。ダメよアホみたいに投げたら。一月に100万以上使ってるリスナーさん頭おかしいですからね。大丈夫、頭のネジ何本か外れてますよ。大丈夫、自分の親兄弟に言えないでしょ。ふわっちで何百万も使ってるってダメですよ言ったらね。50万もちょっと使いすぎよ、使いすぎ。50万、うん、35万、まあ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 、うん、普通ぐらいかな。うん、何百万で課金する人いっぱいいるからね。フワッチは頭おかしいよ普通に考えてね。えどんな考え方してんだろうね。よっぽど余裕があるんだろうね。頭おかしいんだよプラチナさん。
いくら使ってんの、ねえ、ほら、このまたプラチナじゃん、これ何千万で使うんだよ、これ10個らすこい、お前が、もう推しが可愛くてしょうがないのかな。ああ、初めての語りです。これ、貴重なリスナーさんかな、これさっきから10個ずつ投げてくるんだよ知らない、いや、でもね、でも飛行機のマーク入ってんね、違うのか、これ違うの、新しいアカウント作ったらフォローが外れてました。あー、じゃあわかんねえわ、アカウント変えて、だ誰なんですかこれ、元のアカウントわかんないんだよね。10個ラスコイ結構投げてくれるの、誰なんだろう、前のアカウントがわかんないですね。10個ラスコイ誰なんだ、名前も一緒なのかな。岸尾さん、じゃあ準備して。あ、でも病院何時から？いや、もう明日でもいい。明日にする？明日でもいいか。明日にする？名前変えたの？じゃあ分かんねえわこれ。分かんないっすわ、それは。いや、分からんね。名前変えてアカウントも変えたら。それは分からんわ。なんで変えたの？アマゾンであれ買ったし、超音波洗浄機買った。あ、メガネ。メガネ。あ、綺麗になるやつ。アクセサリーとかね。嘘。いつ来るの？明日。明日。うん。それいいね。ビーって洗剤入れて綺麗になるやつ。それいいわ。常に綺麗にしておきたいからね。そうだね。メガネはやっぱり。うん、めっちゃいい匂いするな。何の香水これ？香水じゃない。ボディークリーム。ボディークリーム？乾燥してるから。どこのメーカー？安いよ、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、すんなこれ、ね、あ、それボディクリーム、これアロマミルク、これどこのジョンソン、ジョンソン、ジョンソン、めっちゃいいよ、すよ、これ何これ、ラベンダーの香り、女の子の匂いすんじゃん、これ女の子の、パンパンになっちゃうなっちゃう、これいい風俗嬢ですね、これ風俗嬢の匂い、これめちゃくちゃいい匂いです、うん、なんだよこれ、ムラムラすんじゃねえかこれ、やめてくれよ、野郎同士で住んでんのに女の子の匂い、風俗じゃ匂いすんだけど、すげえ匂いすんだけど、うん、オゼンピックそうだ、あ、久しかねと8枚、お前が、久しくん16枚ですこれ、岸尾さん始まりますんでね、今日は何のイベント集中、焼肉っすね、焼肉ね、うん、皆さん今日はあの岸尾さん焼肉イベント集中で、ハロウィン出ちゃったから、ハロウィン出ちゃったから、ここは15枚ですから、お前が、うん、狙うべきじゃない、あ、タラちゃんね、うん、来れるところを確実に、最後ナイスを押せる人おっしゃって、うん、岸尾さん始まりました、ちょっと iPhone 設定するから終わるね、 iPhone 売りに行くから、ゲオが 20% アップだって、ゲオの方がいいのかじゃあ、うん、iPhone 買い取り 20% アップ、ゲオね、ナイスと無料アイテムお願いします、おっしゃってください、 WGP はね、2桁枚数の人はいただきます、3桁の枚数の方はまた次の日、明日とか明後日とか、うん、猫ちゃんもありがとう、お願いします、エアポッドもアップしてんだ、データって店で消してくれるやろ、消してないけど、こっちで消した方がいいんじゃないか、うん、店長明日ね、明日ライトニングがないから、ね、明後日でもいいよ、おつかばね、ありがとう、機長さんのとこ行ってください、機長さんは焼肉イベント集中で、確かね、完全初期化確認みたいなのあったんだよね、なんかどれか聞いて、ちょっと iPhone 設定するわ、ライトニングケーブルは捨てちゃったからないんだよ、ありがとう、初見さんいたらフォロー通知お願いします、夜配信します、またね。